レボー戦血がありでどっちがあレオ頑張りましたね。セーフでも頑張ったんじゃないかな。すげえ初心者っすからね。制約扱いっす。大丈夫ですか。試合になっとった。なってました。なってた。大丈夫ですか。大丈夫。いやすごいっすよ。全然すごい。試合になってた。びっくりした、びっくりした。なんかあんなに行くと思わなかったっす。全然面白かったっすよ。まあ、全然楽しい試合だったら本当によかった。1試合目にめっちゃふさわしい殴り合いでした。いやすごいよかった。惜しかったっす。しかも当たってましたよ、右何回か。本当当たってましたよね。やっぱなんか練習とか全然違うね。違うですよね。どうでした、初めての そのこのリングに立つ感じ。でもやっぱ俺こういうの好きかも、この視線。みんなの視線大好き。目指したがりです。スター気質かも。いやでも面白かったっす、よかったっすよ。じゃあぜひあの全国の女の子にアピールを。誰かあの僕でよかったらあの連絡待ってるんで、いつでも。お願いします。お願いします。ナイス、いい試合、ダウン取って強くなったね。すごい分かった、そいつは。海軍で来て離れた。いや、良かった、でもめっちゃ良かった。面白かった、試合も。いいね、こっからやね。こっからです、マジで。この調子で頑張ってよ。全員通しよ。全員ね。誰でもかかってこいって感じですよ。いいじゃん。次誰とやりたい？次米尾っすね、俺の中で。米尾、おお、いいじゃん。米尾を引っ張り出そうよ。あいつ、なんか、店出して、ふんずり返ってるんで、生きてんなと思って。あいつは弱いんで、殺したろかなと。いいじゃん。コメオ、頑張れよ。狙われてるぞ、コメオ。おめでとう。ナイスナイス。12人気は別に弱いわけじゃないんですよ。稔さんが強いんですよね、普通に。お疲れ、12人気。そういうことだ。大丈夫か。そうです。いや、強くなってるよ、12人気絶対。強くなってる。いやー、そういうことだ。どうだった？いや、やっぱ、強いっすね。12期強くなってるけど、溝口さんが普通に強かった、今回は。このまま続けたら本当に強くなるから、ここでやめちゃダメだよ。せっかく今強くなってきてるとこだから、ここ頑張れるかどうかで、この先変わってくるから。せっかく強くなったんだから、この調子で頑張って。頑張って。溝口さん、やりましたね。さすが。何で勝ったかも分からない。いや、完璧、動きやばかったっす。めちゃかったっす。めちゃめちゃ良かったっす。マジですごかったっす。強いっすね、やっぱ。なんかポテンシャルマジありますよ。格闘家になった方がいいかもしれないです。20年早くない？いや、確かに本当にそうっすよ。いやこれはもうやめられないっすね。さっきさ、兄貴と話したときさ、もう次も頼むって言われた。ふざけんなみたいな。本当っすよ。詰めてっちゃったね。いや、でもなんか、やっぱいいね、格闘技って。いいっすよね、このプレッシャーがあればあるほど、その勝った時の喜びって大きくないですか。だからすげえプレッシャーあったけど、ただ前回1回戦ってたから、まあ、今回のがまだ冷静だったけど、やっぱ始まっちゃうと何も覚えてないね。いや、まあ、ここはちょっと入れるみたいなんだけど、何を食らったのかも分かんないって感じ。そんな食らったの見えなかったっすけど、ね、めっちゃ冷静でしたよ、動き。しっかり見てて、やることもやってたし、作戦通り。いや、カイ君にそう言われてるし、俺の場合だってさ、あの勝ち方もさ、ね、ちょっと意識したい立場だったりするから。いやー、やっぱすごいっすね、やっぱ本当にすごいっすわ。疲れた。全然もっとやれたのに、ダウン取られちゃって。聞きましたね、思いっきり入りました。入ってた。てか萩原さんがうまかったっす、めちゃめちゃ。カットうまかったね。めちゃめちゃうまかった。いやでも、いや何もできなかったな。いや男っすよ、正面から。正面から行くって決めてたから、はい、正面から行くのも決めてたんだけど、もっとディフェンスできると思ったんだけど、めちゃめちゃうまかった。隙ができちゃった。やっぱボクシングテクニックがかなり高いっす。
アギラさん。いやもうすぐに再戦したいな。悔しい。全然。かっこよかったっすね、全然。いやもう開始何度もやっちゃった。申し訳ない。いや申し訳ないです。そう。見直してくるわ。また待ってます。おはようございます。ちょっと安心してますね、でもほっとしてますね。藤田さんパンチ効いたわ。当たってましたね、最初。なんだろう、まあ、俺パンチもらわないんだけど。いやなんすか、最後綺麗すぎじゃないですか。覚えてない、打ち抜いて。覚えてない覚えてないですか。左にやつもらったんで覚えてない。うまいっす、ボクシングめちゃめちゃうまいっす、やっぱり。ありがとう。いやでもちょっといろんな使命感あったから。はい、そうっすね。やっぱ男同士の40過ぎた戦いって今までと全然違って、本当にリスペクトしやすい。いやそうっすよね。なんかそのお客さんもみんなそれを理解してるというか分かってたんですよ。なんか雰囲気全然違いました。ブレイキングダウンありがとう。感じ本当に。いや